はい、1です。ちょっとお知らせ入ります。2022年の1月からボイストレーニングに悩めるあなた、ミックスボイスまだ習得できてない、自分の好きな声質で歌いたいけどどういう風な発声練習をしていけばいいかわからないと思っているあなたに向けた、発声革命2022というボイトレ書籍をプレゼントしています。こちらの書籍、なんと今回100ページにわたる内容で、腹式呼吸、チェストボイス、ヘッドボイスはもちろんのこと、暗雑だったり医学的なところから見た、ちゃんと本質的に声の悩みを取っていけるような内容がギュッと濃縮されたトレーニング書籍になります。こちら年内限定で300名にプレゼントしていこうと思っているので、ぜひ一度読んでみたい、あなたは手に取ってみてください。あなたの発声の解決策が必ず見つかると思うので、ぜひ一度本当に手に取って読んでみてほしいです。それでは本編どうぞ。はい、一です。今日は第2弾、音声診断第2弾ということで、概要欄からお配りしている発声革命という PDF を、無料で今トレーニング書籍を配ってるんですけど、それを受け取ってくださった方の中で、メルマガを流してまして、メルマガ流しているところで音声診断になるので、音声診断してほしい人は来てくださいみたいなことで募集したら、結構たくさんの方が集まってくれまして、その集まってくれた方の中でも先着で3名ですね、先着3名の方に、動画をお撮りしているという感じなんですが、今回その2人目ということで、ペンネームがリーニンさんですね。リーニン、言いにくい。リーニンさん。はい、ありがとうございます。ちょっと、まずはお悩みの状態ですね。お悩みを聞いていって、で、その後に、発声を聞いて、どういうふうな状態になっているのかっていうのを分析して、最後にトレーニング方法を、動画を見てくださっているあなたと一緒にやっていければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ、まずお悩みを読んでみますね。高いところに行くほど喉が閉まってしまう。裏声で抜く時の裏声が弱い。がなりを入れたいが、入れると喉が枯れてしまう。ということです。シンプル。ありがとうございます。はい。高いところに行くほど喉が閉まってしまう。まあ、よくありがちなことですね。裏声で抜く時の裏声が弱い。これはファルセットになるってことですかね。はい。がなりを入れたいが、入れると喉が枯れてしまう。これはもう喉が枯れると思います。高いところに行くほど喉が閉まっちゃう状態でがなりを入れようとしていること自体がぶっちり言うと間違いなんですよ。高いところまで1本で通ります、ミックスできます、体の使い方、呼吸も腹式もできてますっていう状態でがなりを入れればいいんですけど、その状態じゃない状態でがなりを入れると喉とか閉鎖する力の方に力みがいっちゃうので、がなりは最後にしてください。それだけ先に言っときます。はい、じゃあ、ちょっと声を聞いてみましょう。まずはスケール練習からちょっと声を聞いてみましょうかね。はい、なるほどなるほど。もともと高い声出しやすくなるタイプだと思いますよ。
元々高い声を出しやすいタイプになるはずです。で、ちょっと歌も聞いてみましょう。結構前回の1本目を見てほしいんですけど、白熊さん、白熊さんと似たようなタイプですね。だいたい A の前後で折れるっていう感じで、上に抜けていかないっていう感じで、喉のが力んでしまうとか、喉が上がってしまうとか、そういう系の感じですよね。やっぱりね、このリーニンさんの、ね、学生さんなんですよね。学生さんなんか多いんですよね。なんでだ。多分その中性的な軽い曲、軽い声を持ってるその歌い手さんとかロックバンドのボーカルとかをたくさん聴く傾向にあるので、多分そういう風な発声になっちゃうんだと思うんですけどね。めちゃくちゃ もう一緒なんですもん、だってリーニーさん、この動画見る前に名前忘れちゃった、前の方、白熊さん、白熊さん の動画見てください。で、白熊さんのトレーニング動画やってもらってこの動画に来てください。で、喉声ミックスとか喉できんじゃいますとか肺炎前後で苦しいですっていう方も、その白熊さんの動画のトレーニングやった後にこの動画戻ってきてこの動画のトレーニングしてください。はい、すみません、ちょっと話を戻しまして、リーニンさんの歌をちょっと聞いてみましょう。ちょっと準備がなかなかちょっと時間かかっちゃう。はい、じゃあ、リーニンさんの歌を聞いてみましょう。ユーリさんのベテルギウスですね。はい、空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合ってた国果て同じ空、輝くのだって二人だって約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでいく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう祈りが。はい、ありがとうございます。ということで、すごいですね。原曲キーで苦しいながらも歌えてますよね。歌えてるところは。で、スケール練習で A のシャープ、ハイ A シャープがちょっと裏返っちゃったってところがあるんですけど、ベテルギウスのサビの最高音の実声だと、ミックスだとここなんですよね。で、そこが苦しないのも歌えてるっていうことは、結構その歌を聴いて、この人の声真似しよう、この人の声の表情を出そうって思った時に、その声真似とか意識がすごく入るタイプ、イメージしたものを出そうとするタイプだと思うんですよ。だから結構声に表情があって、まあ歌声もすごくいいかなと思うんですよね。しっかり磨いたらとてもいい歌になると思うんですけど、ひとまず今回は、高い音が苦しくなりますとか、ガナデを入れたいです、裏声が薄くなりますっていうところの解決策をお伝えします。今何が起こってるかっていうところの説明をするんですけど、分析結果は喉が懸垂し合ってないです。はい、懸垂って何っていうことなんですけど、めっちゃ簡単に押さえてもらうと、下と上と前と後ろです。4つで覚えてください。下、上、前、後ろ、こんだけで OK です。こんだけで OK って、高いところ、高いところ何が必要になってくるかっていうと、上、前ではなく基本は上、後ろです。で、上、後ろに入った状態で前に持ってくるんですね。で、この説明だけ聞くと意味わからんわって
思うと思うので声出します。ちょっと聞いとってください。で、高いところに行けば行くほどこの上の響き、上をどんどん広げていくっていうね動きがすごくね必要になってくるんですよ。上を拡大するっていうのが必要になってくるんですけど、こんな感じでまで発声練習してもらったので、までやるとまーこれです。今まーで裏声出しましたけど、徐々にミックスにしていきます。まーもう一回まーもう一回まーで、極端に地声にしていきますね。まーやるとさすがにちょっと重たい、重たいんですけど、こんな感じでまーまーみたいな感じで、すごい地声と裏声の中間バランスで柔らかくいけるところがあるんですよ。で、このバランスでやってることっていうのは、まず基本的には上の後ろに入れてます。上の後ろに入れてる状態で少しこの回しながら前に持っていくってイメージなんですね。まーってやると、強めのヘッドボイスとかになってくるんですけど、おそらくね裏声が薄くなるっていうのはこれができてないっていう状態だと思うんですね。で、低いところから高いところにスケール練習でさっきねやってもらった時に、ここら辺は良かったんですよ。ここら辺は結構いい感じだったんですね。ただここら辺からかな、ここら辺からちょっと崩して、ここでちょっと薄く細くなっちゃって、ここでなんかもうほどけちゃうみたいな、裏返っちゃうみたいな感じだったと思うんですけど、さっきのこのまあってこのね後ろに広げてそれを回してくるっていうのができてくると、ここの間も埋まってきます。はい、ちょっと流しますね。はい、基本的に下を入れつつ、こっち側に上げつつ少し前に持ってきます。まあ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 、こんな感じに変わってきます。で、ここはねクリアできてたと思う。こっからですよね。で、こっから行くためにはそのさっきのまあこっち側の引っ張るっていうパーセンテージが多く入ってないと、声の中に、これがすぐできますぐらいしっかり土台が入ってないとちょっと重くなる、別の方向に行っちゃう、前方向上に行っちゃうと思います。まあってやったものをまあ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 ってやると、まあ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 、ちょっと広げます。まあ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 みたいな感じでやっていくと、まあでもブレずにいけると思います。じゃあね、そのさっきのこのこっちが入った上で後ろ上っていうのを作るためにはどんな練習をしたらいいのかっていうのをここからやっていきます。トレーニング動画になるので、もうこのリーリンさんに関わらずですね、もうあの喉声とかミックスボイス の発声を安定させたいですっていう方は全員してください。はい、やっていきます。まずですね、この下と上のこの縦の綱引きができてないといけないですね。で、基本的には喉閉まっちゃう人っていうのはこうなっていくんですよ。まあ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 じゃなくて、まあ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 みたいな感じでこっちに持ってかれちゃうんですよね。これをまあ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 こっち側に移行していきながら、最初はミックスにならなくてもいいです。裏声になっちゃってもいいので、まあ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 抜けてもいいので、こっち側にこの引っ張り合いを作るっていうのをやってください。はい、で、具体的には何をしてほしいかって言いますと、まで大丈夫です。まみむめものまで大丈夫なので、まずはじゃあ裏声をちょっとやってみましょうかね。はい、皆さんはちょっと裏声でやってほしいんですけど、こんな感じでまー、ここにしっかり当てつつまー、しっかり口の奥も開けましょう。当てつつ口の奥も開ける。まー、はい、じゃあこんな感じビブラートをかけながらまー、この
の口の奥を広げていくようにやってみましょう。まあ、どうぞ。もう一回。はい、音程上がります。もう一回。音程上がります。まだまだいきます。まだまだ。はい、ラストいきます。はい、OK です。一応最後のデモンストレーション作っとくと、まあまあ、でこんなになんか息漏れしてない感じになんないですよって方は、まあ、ちょっと抜き去っても大丈夫です。大丈夫なので、まあ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 、必ずまあって前の方向に出ない、まあまあまあ、必ず後ろを経由して少しこう広めのね、広めの豊かな声になるようにっていうのをやってください。はい、これがまず一つ目の練習方法です。でね、これができたら次、今ね上の抜けを広げるっていうのをやったので、今度は下の抜けを広げます。下と上の綱引きなので、下も広げないと潰れていっちゃいますからね。下も広げていきます。で、リーニーさん低いところが結構ね、喋り声で声を出す癖があるので、地声出す癖があるので、低いところもちょっと音楽的な出し方をしてあげると生きてくるかなと思うんですけど、今後にここもまず出しましょう。で、さっきはこっちだったんですけど、今度はこっちです。ちょっとあくびを出す感じで、かつ後ろに引いてください。まあまあまあ、こんな感じで、まあ、下ですよ、下行きましょう。まあ、こんな感じでビブラートかけながら、ちょっと柔らかくて深めの声ですね。まあ、はい、これを出していきましょう。はい、じゃあ行きます。せーの、はい、もう一回行きます。はい、音程下がります。まあ、飛行機さんをイメージしてください。まあ、咽頭の下から声が出るようなイメージ。まあまあまあ、ラスト、まあまあ、これ今僕喉がね、まあまあ、下がっていると思うんですけど、たまに甲状軟骨が硬すぎて下がんない人いるんですよ。いるんですけど、ご自身が、ちゃんとこうね、鏡見てやってみてほしいんですけど、まあって深い声出した時に下がるかどうかってもチェックしてみてください。で、もし下がんなければ毎日のエクササイズで、まあ、こういう声を作るでもいいし、ガッ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 グッ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 、こういうガ行のエクササイズで喉仏をしっかり下げる力っていうのを起こしてあげるっていうのも大丈夫だと思います。はい、これが2つ目の練習です。はい、で今度これが大事です。3つ目、何をしてほしいかというと、和音のんでつなぎましょう。まあっていうのと、まあ、下と上のこのね、拡大をしました。じゃあ今度は和音のんで裏声から入ります。裏声から入ってこんな感じで、で出したら地声に返します。こんな感じかな。この時に喉声になっちゃったりとか、喉が上がんないようにしてください。こうなっちゃうね。ちょっと口の中で卵1個分作って、喉のポジションは少し下げるイメージです。これをやってみましょう。どうぞ。この時段差ができなければ OK。 段差ができるってことは、喉が上がった状態から少し
と落ちている状態なので縦の綱引きができていません。この縦の綱引きができてたら地声に息漏れせずにブレイクせずにつながってくると思うので、そういう感じでやっていきます。はい、じゃあちょっとね音程変えていきます。どうぞ。音程上がります。上がります。上がります。はい、ハイエー入りますよ。はい、ここはハイエー結構高いんですけど、その高いところをイメージしすぎてこの下が上がらないようにしてください。下が上がっちゃうとうーんって息漏れしてしまうので、はぁはぁはぁなっちゃうので、はぁはぁはぁこういうバランスになってほしいんですね。なので、まあ、息漏れしていません。まあ、これを作るために下を意識しながら上にも浮かしていく。こんな感じで出していきましょう。はい、もう一回いきます。もう一回いきます。はい、上がっていきます。またまたいきます。ここも。頑張って自分に帰ってこれる。これが。なんなん。という感じで回していきましょう。はい、じゃああと2ついきます。ラスト、これがね、前回の白熊さんもリーニーさんもね多分無理だと思う。最初厳しいと思う んですけど、これできてくるともういけますよ。要はこれ口開けると強めのもう裏声になってるんですよ。喉が上がってない裏声になってるんで、あとはここになんていうの、呼吸圧のプッシュプッシュだったりとか、閉鎖を入れるだけでミックスの方になってきます。ミックスの響きになってきます。ただここクソ高いので、そんな地声をうわーって持ち上げようっていう力は逆に入れない方がいいんですけど、そうするとこの上の方向に抜けていくっていう割合がですね増えてきます。なんかもうね、上の方向に抜けてるんだけど下もちゃんと残ってて、ちゃんと太さが残ってるみたいなイメージです。はい、これができてくると、さっきの水田集した時に折れてしまうとか、喉が上がってしまってしまう、苦しいっていう感覚はなくなってくるので、これをちょっとね練習してみてください。はい、で最後に一言、呼吸、咽頭、口腔共鳴やる前に閉鎖、鼻腔、ミックス、砂ってことですね。はい、前回の白熊さんでお伝えしたのは呼吸だったり咽頭だったり、軟膏が上げるっていうのは口腔ですよね。口の奥をしっかり上げるってことなので口腔共鳴にもつながってきます。で、咽頭っていうのは喉を下げることにもなるので、喉を上げるイコール喉を下げるプラス軟膏が上げるなんですよ。なので前回の内容も、これにはまってるし、今回の内容も喉を上げるというのにはまってるんですね。だから結論、本当に喉が開いてる状態を作れてない、そのせいで喉が閉まってうまくミックスしてないっていうことなんですよ。で、喉が閉まるっていうのを直してないがゆえに地声と裏声がまだ開発途中っていう状態のままミックスやっちゃってるから、ミックスがうまくいかんと、で 歌の中で歌うとうまくいかんと、歌いきれん、苦しいってなるっていうだけなので、そこをちゃんと埋めていけば習得はそんなに時間かかんないです。白熊さんもリーニーさんも、そこがちゃんと作れたら1年未満で配信ぐらいまで扱えるような全然余裕でなります。はい、ただし、ね、
リーニさん、リーニさんは、結構前からね、僕 の, あのカウンセリングに来るか来ないかみたいな感じでね、登録はしたけど全然連絡ないみたいな感じだと思うんですけど、早く来た方がいいよ、早く来た方がいい、本当にあの早く、もっと早く来ればよかったですっていう人 何人もいるから、うん、あのサクッとあの直せますし、説明できるので全部困ったらもう全部説明します、全部説明するので、そんな感じで利用してください。ひとまず、しのくまさんと同様、この動画だったり PDF でまずはいろいろ試してみてやってください。でも本当に無理だなとなるか、もっと上手く、もっと上手くなりたい、もっと高いレベルに行きたいわって思ったら、僕に直接連絡ください。はい、そんな感じで利用してあげればいいと思います。そんなに、めちゃくちゃもうなんて言うんだろう、手の施しようがないっていう状態ではないので、まあ、基本喉を開けるとか呼吸とかっていう基本を元に、ミックスボイスはおまけぐらいの感じでやってあげればいいと思います。はい、じゃあ音声診断の2人目は以上になります。最後3人目ですね。最後3人目は、女性の方になります。女性の方になるのでちょっと僕も気合い入れて、高い音をあの喉を温めておこうかなと思うんですけども、そんな感じで参考にしていただければ何が、嬉しい限りでございます。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。